けどこれだいぶ広いんじゃね？歩きで行けんのか？ついにこれを見せる時が来てしまったな。モルガナ変身。さあパンサー、レディーファーストだ。車？ありえねえ。認知が具現化する異世界の仕組みを逆に利用してちょいと修行した成果だ。ま、お前らの変身と同じようなもんだな。服が変わんのと車になんのは違えだろう。大衆の心の中には猫はバスに化けるって認知がなぜだかものすごい広く浸透してんのさ。なんでバス？知らねえ。つうか城の時からやれよ。やれたらやってたさ。けど狭いし階段だらけだし、シャンデリアの上とか絶対無理だろ。ちょっとスカル、レディーファースト、ね、引っ張んなよ、危ねえだろ。パンサー広がっちまう。出発進行。お前ら何をくつろいでいるんだ。我が輩車だぜ。運転されなきゃ走れねえぞ。自力で走れねえのかよ。運転とかできる？安全運転ね。オッケー。我が輩の美顔を潰すなよ。じゃあ運転よろしく。さあ早くエンジンをかけろ。エンジンかけないと走れないぜ。たくいちいちめんどくせえな。車のキーは？そんなもんあるわけないだろう。ハンドルの横にスイッチがある。絶対もうちょっと下だ。あ、そこすげえ気持ちいいぜ。おい、ゴロゴロ言い始めたぞ。気持ち悪い乗り物だな。ニャータリーエンジンをバカにすんなよ。エンジン全開、ガッ飛ぶぜ。